奥田民生、奥田民生さんは、1987年10月21日にバンドユニコーンのボーカルギターとしてアルバム、ルームでデビューしました。ソロに転向しても、ソロ第一弾シングル、愛のためにがミリオンセールスを記録したり、プロデュースしたパフィーも国内外で大人気になりました。2009年にはユニコーンが活動を再開し、ソロとしてもバンドとしても精力的に活動しています。そんな奥田民生さんの豪邸と言われスタジオも完備するご自宅についてや、釣り好きが高じて購入した別荘について、年収や愛車遍歴を調査しました。奥田民生のプロフィール、本名、奥田民生、生年月日、1965年、昭和40年、5月12日。身長、171センチメートル。出身地、広島県広島市東区尾長。最終学歴、広島電子専門学校中退。所属事務所、ソニーミュージックアーティスツ。牧師、奥田民生。自宅はスタジオ完備の豪邸。別荘は釣り用だった。年収は8000万円という噂。これまでの愛車遍歴。奥田民生、自宅はスタジオ完備の豪邸。別荘は釣り用だった。奥田民生さんはユニコーンとしても、ソロアーティストとしても、パフィーなどのプロデューサーとしても大成功を収めています。自宅は豪邸に住まわれているという噂で、別荘をお持ちとの話もあります。自宅スタジオでレコーディングした作品も、奥田民生さんの自宅は渋谷区にあると言われています。代々木での目撃談も多くあり、代々木に自宅があるのではないか、と言われていた時期もありましたが、渋谷区にお住まいと言われています。ご自宅にはスタジオを完備しており、通称、ヘロスタジオと呼ばれています。ヘロスタジオに昔ながらの8トラックのアナログオープンリールを持ち込み、すべての楽器演奏を奥田さん自身が行い、レコーディングをした楽曲を集めたアルバム、カンタンカンタビレなどもあります。楽器を録音するにはボリュームを絞れば音の大きさは調節できますが、歌ともなると大きな声を出さないとちゃんとした歌は取れません。そのため、ご近所への配慮として、布団をかぶってボーカルを録音したりもされているそうです。スタジオですので当然防音対策はされているとは思いますが、念のためにされているのかもしれません。霞ヶ浦の別荘でバス釣り用を堪能。琵琶湖にも別荘がある。奥田民生さんは大の釣り好きで、特にバス釣りがお好きだそうです。釣り具メーカーのハイドアップとのコラボで、オリジナルルアーを発売するほどです。そして、バス釣りのために別荘までお持ちだそうです。バス釣りのメッカとして知られる茨城県の霞ヶ浦に、バス釣りのためだけに奥田民生さんが別荘を建てた、というのは周辺住人には有名な話だそうです。奥田さんのお友達のレーシングドライバー、牧坂寿一さんも、2010年に今霞ヶ浦の家に来ています。この後ロッキンジャパンに民生さんの応援に行きます。とツイートしているので、奥田さんが霞ヶ浦に別荘をお持ちなのは事実だと思われます。ちなみに、同じくバス釣りが趣味の木村拓哉さんも、ご近所に別荘をお持ちだそうです。また、奥田さんは琵琶湖近くにも別荘をお持ちという噂もあり、琵琶湖での目撃談も多数あります。琵琶湖の別荘のご近所さんには、俳優の反町隆史さんもいらっしゃるそうです。ちなみに奥田民生さんが釣りを始めたのは、小学校の頃に読んだ漫画、釣り吉三平がきっかけだったそうです。2023年現在奥田さんは58歳ですので、50年近くも釣りを趣味にされているのですね。年収は8000万円という噂。
奥田民生さんの年収は8000万円とインターネットの情報では言われています。奥田さんはソロの楽曲、ユニコーンの楽曲、パフィーなどに提供した楽曲など数々のヒット曲もあり、その印税は今でも多く入っていると思われます。ライブやイベントへの出演、メディア出演も多数あり、YouTube でも自宅レコーディングの様子を配信したりと、人気を博しています。また、2015年からはラメンカレーミュージックレコーズというインディーズのレーベルも発足させ、そちらで自身の作品やグッズなどを販売していて、他の会社が介入しない分、収入も多いと思われます。総合すると、8000万円以上の年収はあるのではないでしょうか。ちなみに、過去の年収ですが、全盛期と言われたパフィーなどのプロデュースでミリオンセールスを連発していた頃、長者番付というものがありましたが、奥田民生さんは一度もランクインしたことはありませんでした。パフィーでの売り上げを考えるとランクインしても全く不思議ではないため、税金対策をかなり頑張っておられたのではないでしょうか。これまでの愛車遍歴、奥田民生さんは And I Love Car という楽曲を制作するほど、車好きなことは有名です。これまでの奥田さんの愛車で紹介されていたのは、2006年に雑誌、ベストカーでは、ラッチマグナム SRT8 に乗っていることが紹介されていました。2012年には、おぎやはぎの愛車遍歴、ゼムッシュかまやつさんが、奥田さんが GMC ライフーンに乗っていることを言及していました。2019年には、首都購入にて、綾野浩二翔さんが奥田さんからメルセデスベンツの G クラス、ヘレンデバーゲンを譲り受けたことを語っていました。いずれにしても、大きくてパワーのある車がお好きなようですね。